クレーム対応の極意っていう話をいいね、聞きたい、聞きたい、まあ、僕はあの昔某企業でちょっとクレーム対応とかやったことがあるんですけど、帰ろ、聞いて、クレーム対応がちゃんとできる人っていうのは特徴があって、人の話を一切聞かないんですよ。なるほどね。いや、ごめん、ちょっと語弊がある。一切じゃなくて、一個しか聞かないってことでしょ。そう、あのね、10話されて1個しか聞いてないの。で、その1個って、本当にすごい大事なところはちゃんと聞いてるんだけど、あとのもうどうでもいい話、一切聞いてないのね。だからもう、あーだこだ、あーだこだ、ぐちゃ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 言われてることは、一切無視で、これが問題で、こうしてほしいと、この2点だけ、これだけ聞いとけば、クレーム対応が簡単にできるから、俺がクレーム対応してた時なんか、もう それ聞いた後もこんなやったりして、お前消えとんか、はい聞いてますよ。で、もうひどい時なんで本当にこうやってプラモデルとか作れるのにプラモデルとか作れるから全然聞いてないんだけどね、なんかこう一通り話終わったら、はい、わかりました。では、ちょっと上に相談して、はい、折り返しさせてみます。すいません、失礼いたします。これは。そしたらね、ストレス溜まる人ってのは全部聞いてるのね、もう。ああ、だから、ああ、だから、ああ、だから、だから、だから、言われても全部聞いてるから。じゃあ、対応というよりは、ストレスを溜めない僕言って。違う、だから、違うの。そのね、わけのわからん情報を全部吸い取るとそれを全部上に伝えて、で何が言いたいのってなっちゃうから、じゃあそうクレームの処理って、あんた関係ないだろ。わしの話やねん。どうもありがとうございました。また来週。切ったこれ、バッテリーが切れば、ね、ちなみに、本物のクレーマーっていうのがいるんですけど、はいはい、本物のクレーマーの僕は対策を教えます、はい、本物のクレーマーってもう最初からその金を取る目的とか慰謝料を取る目的だけでこう電話してくれる、そういう時は僕はもうね、とことんぶち切れさせるんですよ、相手を。で、法に触れるワードを引き出して、それで、あ、それまですごい下手な声でバカにするんです、相手を。例えば僕クレームでやってた時に、車の中とかで電話受けてて、もうちょっとすっとぼけた対応してると、お前どこにおんだっていうのをまず引き出すんですよ。どこにおんだって言われた瞬間に僕は地球ですって答えるんです。嘘は絶対ついちゃう。事実を述べないといけないんだけど、本当にバカにしたことを言うんですよ。地球ですって言ったら、あー、そんなもん分かっとるよ、僕は、まあ、細かい場所聞いただろって言われたら、今度は道路ですとかって言うと、そういう、もうそういうことじゃなくて、もう地名聞いとんの、ブラーとか言われて、で、愛知県ですとか言うと、もっと細かい場所、いえ、車の中ですとかって、こうやってやっていくと、そのうちに、お前、以外にぶっ殺したのかって言われた瞬間に、怖い色変えて、え、お客様、何ておっしゃいました、え、殺せって言いましたね。すみません、今まで民事ですけど、ここから刑事になりますけど、どうされますかって言うと、大体みんな引きます。以上です。はい、乾杯。はい、乾杯。